トゥドゥベンハルミです。お元気ですか？私オンラインレッスン毎日やってるんですけども、ポルトガル語講座、それからボサノバ講座やってます。まだ知らないっていう方もいらっしゃるので、どうぞ覚えておいてください。3月だったかな、水曜日に一つクラスを追加して、優しめな初級クラスで、それで4月に入ってから金曜日に英語を使ったポルトガル語講座っていうのも始めたので、これ本当は4月のみの特別レッスンの予定だったんですけど、まあ、とりあえず5月以降も継続してやっていこうかなと思います。英語を使ってポルトガル語を学んでいく、もしくは英語とポルトガル語を同時に進めていくっていう、そういう感じのクラスになってます。金曜日の夜10時からやってますが、これでもう固定クラスだけでも全18クラスあります。毎週18クラスあります。そのうち2つは80分のクラスなんだけど、それ以外全部40分で、まあ、それ以外に、毎月行ってるボサノバ1曲マスターとか、基本的に月の中に5週ある時、1週は何らかの形で違うクラスっていうのをやってます。特別クラスになったりだとか、あとオンラインミーティングだとか、オンラインミーティング次5月来月あるので、ぜひぜひ参加してください。はい、というわけで、今さっき英語の話が出たんですけど、今日の動画では英語とポルトガル語に、まあその2つに関連した内容ね、英語とポルトガル語って本当に似てる単語がたくさんあるんですけど、でもやっぱり違う言語だから、全部一緒ってわけじゃないんですよね。で、時に限りなく一緒なんですよね。音とかスペルとかも一緒なのに、でも全然意味が違う単語とかってたまにあります。こういうのものすごく戸惑いました。私も最初のうちね、いうのがあって、その中から今日は4つ、紹介します。英語のこれはポルトガル語のこれじゃないよ、本当はこうやって言うんだよっていう、そういう感じのレッスンしていきたいと思います。まあ結構代表的なやつなので、もう知ってる方も多いかもしれませんが、まず1個目は英語のイディオムですよね。なんかカタカナでもイディオム、中学校高校生くらいかでイディオムいっぱい習うのかな、なんか表現ねイディオムですが、ポルトガル語にもものすごく似てる単語イジオマっていうのがあります。当然同じものだと思いきや、イディオムっていうのとイジオマっていうのは全然意味が違います。ポルトガル語のイジオマっていうのは言葉、言語っていう意味です。だからポルトガル語とか日本語とか、そういう言葉っていう意味だから、例えば私は5カ国語喋りますとか言うとき、 Eu falo cinco idiomas、 Eu falo cinco idiomas みたいな感じで、言語っていう意味で使うんですね。まあ、他にもリングアっていう言い方があります。 cinco linguas って言っても一緒なんですけど、 cinco idiomas、これはなんかのイディオムなんだよっていう意味でイジオマとは使えないです。イジオマってそもそもこの言葉自体のこと、全部のことを指してる言葉だから。じゃあなんかそれイディオムって言いたいとき、これは英語のイディオムなんだよなんて言いたいときは何て言えばいいのかっていうと、もうそのまんまエシュプレッサン、もしくはエシュプレッサンをイジオマーチか、言葉の言語の表現、エシュプレッサンをイジオマーチか、こんな風に言うとイディオムになります。次は英語のレジェンド。レジェンドですよ。彼はサッカー界のレジェンドだみたいな。レジェンド。意味は伝説ですよね。伝説。ポルトガル語にもとってもよく似た言葉、レジェンダっていう言葉があります。レジェンドとレジェンダ。同じでしょって思うじゃないですか。いやいやいや。ところがどこ全然違うんです。レジェンダって言うとポルトガル語で、レジェンダって私の動画にはあんまりレジェンダ出てないですよね。字幕のことをレジェンダって言います。レジェンダ。OK。英語だとね、サブタイトルって言いますけど、ポルトガル語だとレジェンダって言います。じゃあ伝説のことなんて言うの？レジェンダには伝説の意味もないのって思うじゃないですか。伝説はポルトガル語でレンダ。レンダって言います。次、英語の intend。intend っていうのは、何々する予定があるっていう意味で使います。I intend to go to Brazil after corona みたいな感じで、コロナの後に intend to go to Brazil。ブラジルに行く予定があるみたいな感じね。intend。で、ポルトガル語で entend ってありますよね。eu entendo。英語の intend と entend。よく似てるじゃないですか。これも全然意味が違って、intend は理解するっていう意味だから、英語の understand ですよね。eu entendo っていうのと、I intend っていうのとは全然違います。じゃあ、I intend。私はこういう予定があるっていう時はどういうのかっていうと、ポルトガル語では、eu tenho intenção。
eu tenho intenção。 まあ英語の場合は動詞ですよね。 intend 何々する気持ちがある。それとまあ似てます、似てるっちゃ似てますよね。 intenção、 intenção、 これは行くそのつもりがあるっていう名詞なので、 tenho intenção、 eu tenho intenção de ir pro Brasil depois de corona、 コロナの後ブラジルに行く予定があるみたいな、 eu tenho intenção って表します。じゃあ最後4つ目が英語の pretend。 pretend、何々のふりをする。 pretend、 he pretend to be sick みたいな感じ、病気のふりをした。 pretend to be sick みたいな。これもポルトガル語でプレテンジっていう言葉があります。プレテンジ、これどういう意味なのかっていうと、さっきあえて言わなかったんですけど、一個前の英語の I intend 何々する予定がある、この意味になります。プレテンジ、だからポルトガル語で Eu pretendo fazer uma viagem っていうと、さっきの英語の一個前の英語ね、 intend と同じ意味になります。ややこしいでしょ。じゃあ英語の I pretend 何々のふりをする、これポルトガル語でなんて言うかっていうと、 fingir っていう全然違う動詞になります。 minha filha está fingindo que está dormindo、 娘は寝たふりをしてる。 fingindo que está dormindo、フィンジー、何々のふりをするです。はい、というわけでちょっとややこしくなりましたが、後半どうですか、ちゃんと理解してましたか。まあこんな感じで英語とポルトガル語比べていくと、あの分かりやすいところもあれば、うん？で、私も今こう動画撮りながら、あれどっちがどっちだってなっちゃったから、回線がねおかしくなると、あれってなることもあります。金曜日の新しく始まった英語とポルトガル語のクラスではこの辺をまあ整頓しながら、まあ時に余計ややこしくなったりもしますが、まあ楽しみながらポルトガル語英語に触れていきましょうっていうクラスです。ぜひぜひ参加してください。というわけで今日はここまでです。Muito obrigada e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, beijo!